えー、来る8月22日、名古屋大会、えー、出場が決定しました、えー、名古屋大会、えー、4回目ですけども、えー、3度目の出場となります、K1 ジムエビス小昼井巻き道場、の入リ正明選手の登場です。 ありがとうございます。ご着席ください。野口、えー、選手についても、えー、先のリリースでですね、滝谷選手と同様出場予定選手として発表させていただきました。改めてお、えー、おやの場で8月22日。 名古屋大会への意気込みを今日は語っていいいたただきたいと思いますなお、えー、クラシカルの発表なんですけれども、えー、ノイリー正明選手の対戦相手につきましても、えー、国内外、えー、の選手65キロで、えー、現在調整中です、えー、最終調整に入っておりまして、えー、本日はちょっと発表できないので、近日発表とさせていただきます。それでは、野井里選手から、えー、この大会への意気込みをお聞かせください。えー <coughs> まず名古屋に出れることがすごい嬉しくて去年の大会ちょっと僕出れなかったんですけどまたこうやって名古屋の大会組んでもらってすごいありがたいなと思ってますまあそれぐらいですかね <laughs> はいはい、えー、なかなか、えー、対戦決まっていればねまたそのコメントもあるんですけども、えー、それでは、えー、質疑応答いただきながら、えー、進めていただきたいと思いますご質問いただければと思います ノ前回の試合前4月 K−1 で、まあ、ちょっとあのカットであの試合が終わってしまったんですけど、まあ、どれぐらいからこう傷口治って練習したかとか、まあ、その後の経過というかこの試合に向けた準備はどんなふうに進んでいるのかちょっと聞かかせてもらえますすそうですね今回あ、前回の試合で合計12針塗ってだいぶ傷も深か,かったんですけど、まあ、でも、2週間ぐらい休んでからもう普通に練習も再開しましたし。 今も全然スパーリングもガンガンやってるんで、まあいつ試合が決まっても、まあ一週間後試合だよって言われても全然バッチリ仕上げてるんで、そこは問題ないですね。はい、はい、ではえお願いします。まだ引き付けのノリ選手と同じですけど、まあその四月の試合まあちょっと。 直前で相手変わったりとかいろいろして、まあ、ちょっと残念な結果に終わってしまいましたけど、まあ、自分としてはどの辺がよくなかったかとか、何かあの試合でこう分かったこととか反省したことっていうのはありますかやっぱり、これは言い訳になるかもしれないですけど、やっぱり直前に変わったことで一回集中力も切れてしまいましたし、うん、まあそこはプロとしていけないことだったかなとも、自分の中ですごい反省もして、試合も。 結構相手の動きも結構見えてたんですけど、まあ、スロースターターがちょっといけなかった部分があったんで、今は普段の練習から、まあ、スパーリングとかでも1ラウンドからガンガンいけるように練習してるんで、また変わった姿を見せられるんじゃないかないい、かと思ってます。はいえー、では続いてのご質問ございましたら、ぜひお願いします。 はいえー、バウトレビューには、えー、名古屋で試合するというところで、まあ、名古屋離れで東京出てきてでその成果を見せるような試合かなと思うんですがその辺り、どういった意気込みになりますでしょうか、うん、やっぱり名古屋の大会ですと地元の友達だったりとか、うん、すごい人数の応援が来てくれるんで、まあ、そういった人たちにしっかりと進化した姿を見せたいなと思ってますね。 では、えー、引き続きご質問ございましたらお願いします。あのう一昨日の K1 はご覧になりましたか。はい、会場であります、はい。どのようなこうなんか感じるものがありましたか。うん。それは誰かの試合についてとかですか。<laughs> やはり同じ階級の選手たちについてですね。七十 <laughs> キロはまあ見ててすごい軽重くてまあ外国人特有の強さだったりとか、まあちょっと日本人が 今のままじゃ叶わないんじゃないのかなって僕も見ててすごい印象も思いましたねで65キロはなんか強くて怖いゲエオ選手が復活したなっていう印象ですねでまあ僕が前回負けたサロ選手と木村選手は結構会見の時からもうバチバチで試合もっと面白くなるんかなと思ったんですけどちょっとまあお互い噛み合わずに最後はぐだぐだになったんでそこはすごい残念でしたけど <coughs> までも、うん、まあ僕に勝ったマサロ選手に木村選手がいる勝ち方で勝ったんで、まあ、木村選手はやりたいですね。はい、木村選手とやりたい。<laughs> そうですね。多分、まあ、今関係者の人たちも選手からしてもファンの人からしても多分一番誰もが見たいカードだと思うんですよ。僕と木村選手って、こんだけ話題性もあるし、まあ、やったら必ず。 まあ KO 決着で終わるカードだと思うのでしかも、あれですよね、k 1の会見で11月にタイトルマッチ防衛戦やるって言っててゲイオ選手が木村選手やりたいって言ったのと僕の名前もまあ少し出てたんでまあどっちがやるってなってもあれなんでまあここで決着つけて勝った方がゲイオ選手に挑戦できればなと僕は思ってます。 その言葉を受けて宮田さんいかがでしょうか実現の可能性はそうですねあのー、まあ野里選手の、えー、対戦相手候補には、えー、まあ正直なところ木村選手の名前もありますね、えー、ただまあちょっと、えー、今名前出て、うん、そうですね。 K1 についてはあの自分も実行委員会でやらせてもらってるんですけれどもあのマッチメイクについてはえ実行委員会が決定するものなのであのここでまあとやかくはちょっと言えないんですけれども1つのカードとしてやっぱりあの,うんのり君とえ木村君の試合というのはうんまあこうやってコメント出たからというわけでもないですけどもうん動いてみようかなという気持ちはありますね。あのー、まあ 一昨日試合終わったばっかりなので、まずコンディションありきだと思うんですけども、ノエリ君がまあちょっとこういうコメントするっていうのは全くちょっと想像もしてなかったんで、うん、マスコミさんどうですか？見たいですか？ファンの方見たいですか？ではえ自分はえ動きます。はい、ありがとうございます。 では、続いて、ご質問ございましたら、お願いします。まあ、ちなみに、その、まあ、今、名前上がったので、まあ、実現、これから動くかか、わかる、わからないですけど。まあ、ノーリー選手、今まで、その、木村選手の試合とか、見てきて、まあ。キャラもある選手ですけど、まあ、実力だと、そのキャラクターだったというのは、どんなふうに見てましたか。うん。そんな特に。まあ、会話することもなかったんですけど。まあ、見てて。 面白い部分もあれば、まあ、イラッとする部分もあったりとかもあるんで、今回、もしも決まったら、向こうがどういう感じで来るのかなっていうのは、ちょっとすごい楽しみですね。<laughs> <laughs> えでは続いて、えー、のり先生ご質問ございましたら、お願いします。 よろしいでしょうかはいではコメントは最後となります改めて2年ぶりに名古屋に出場します名古屋の皆さんももちろんですけどね東京からも全国から名古屋の会場にはファンの方お越しいただけると思いますファンの皆さんに向けてのメッセージをお願いしますえーっとまあ木村選手決まるかどうかもまだわかんないですけどもしも決まった時は まメインのタイトルマッチを食っちゃうんじゃないかなっていうぐらいの熱いカードになると思うんであそこはしっかり僕が木村選手の試合で盛り上げて、まあ、一番いい状態でメインにバトンタッチして、まあ、そこはタイトル君が盛り上げてくれるんじゃないのかなと思うんでぜひ名古屋東京の人たちも名古屋でちょっと遠いですけど会場まで来てください。よろししくお願いします ありがとうございました、えー。のりまさき選手のコメントは以上とさせていただきます。えー、名古屋大会、えー、カード挑戦に入ります。どうぞご期待ください、えー。では以上です。ありがとうございました。